今回の国チューブは倉敷市真備町にやってきました、おなじみゲイル君です。よろしくお願いします。はい、倉敷の真備のですね、今日は川辺という、ところにやってきています。この川辺で、どちらにお邪魔しますか？そうですね、やはりこの暑い季節、あのうどんが食べたいなと思いましてもうあのこの今日はうどんの川原さんにお邪魔しようかなと思います。はい、うどん川原でございます。まあね、ゲイル君もご存知の通り、この川原さんも西日本豪雨の時、あの時は、別の場所でしてね、ここからもう少しあの西の方に行った、真備町のアリーというところにね、お店がありました。真備記念病院のすぐそばだったんですけど、そこから移転オープンしまして、この川辺にやってまいりました。今ちょうどのれんの前にやってきましたけども、オフホワイト、あっ、こんにちは。こんにちは。お待たせしてます。もうありがとうございます。いつもあのお顔は拝見してます。いやいやいや、川原千代子さんでございます。ありがとうございます。今日もどうですか？お忙しい。今日ちょっとだけお忙しい。ちょっとだけ、はい、っだけ、いやかなりお忙しい。今も満席じゃないですか？もう満席ですね。わかりました。クリスタの席も取れると思います。あ、ありがとうございます、はい、ちょっと待たせていただきます。ありがとうございます。よかったよかった。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね、暑いのにすいません。イカ入りぶっかけうどん、冷たいの？冷たいの一つ、あと小エビ入りぶっかけうどん、冷たいの、それぞれ大盛りで、はい、よろしくお願いします。これサイドメニューね、いわゆるおでん、おにぎりと炊き込みごはんね、天ぷら盛り合わせもありますね。はい、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 うん、この小エビも結構人気ですな。小エビ入りのいただきましょう。小エビ入りのぶっかけうどん、いただきます。程よい弾力、ちょっと甘めのこのつゆというかな、ぶっかけのこのタレが絡まっておりまして、何より冷たいのがいいですね、この時期はね。はい、ゲエル君の弾力な感ってすごい喉越しがいいですね。で、この醤油というか、うん、濃さがちょうどいい感じです。あ、ちょうどいい。はい、はい、他どうですか？他もそうですね、ゲソを多分あの食べやすいように細かくカットしてくれたね。そうですね、ちょうどいい食べやすいサイズですね、うん、あと本当にボリュームもある感じで、うん、はい、美味しいです。美味しいです。ここ駐車場の向かうと、ここを置いてる、ここ置いてるんだけど、ここに冷凍瞬間冷凍を使えて、冷凍みたいなのを使えるようわー、重ねてその上に乗って、今どん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 あの踏んで踏むという大切な作業をされてます。どん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 玉が伸びていっている状態でございます。今話した目の付きの方をカットする機械にかけて、どんどん細かくなったうどんが細くなったうどんが出てきました。あ、慣れました。ちょっとはどんな風に思ってらっしゃる、これから意気込みで。父と母へいいところが2人ともあるので、まあ、そ
こう上手に取りながら、まあ、両方完璧にはできないと思うので、はい、2人のいいところを取りながら頑張ります、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、これからもどんなあのマディを目指していきたいですか。そうですね、人がたくさん集まる賑やかな街がいいですよね、うん、あのいつまでも、まあ、あの被災の街だけじゃなくて、うん、あの 町民の人が自分たちで盛り上げられるような街になっていったらいいなと思います。人のための大切なお店ですから、はい、どうか体気をつけて。いやいや大丈夫ですよ、クリスさんは体に気をつけて。もありがとうございます、本当に感謝しています。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。本当に無作苦しいところを。そんなこと、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます、はい。このチャンネルがいいと思ったらグッドボタンお願いします。悪いと思ってもグッドボタンお願いします。つまり全部グッドボタンでお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。アレスケラジオもよろしくお願いします。